えのきジョージのぐるるばんパワースポット巡り第49弾、東京都三軒茶屋共学院最勝寺目合う不動参拝の巻。こんにちは、えのきジョージです。本日はですね、世田谷区の三軒茶屋にあります、目合う不動でおなじみの共学院最勝寺というところに来ております。イエイ。共学院最勝寺、ここには目合う不動が祀られている。五行思想の五色、白、黒、赤、黄、青。三代将軍徳川家光が大僧正天海の愚心を受け、江戸の鎮護と天下太平を祈願し、江戸市中の周囲5つの方角に不動尊を選んで割り当てたと言われている。つまりこれが江戸の五色不動。密教の陰陽道では五行説由来というものがあり、青、白、赤、黒、黄、それぞれ五色は東西南北中央を表している。またその配置は五街道の関連も見られ、五色不動を結んだ線の内側が朱引き、あるいは江戸のナイフと呼ばれていた。古より伝わる五色神の歴史と何か関係があるのかもしれませんね。こちらが御朱印です。初穂料は300円。今は12月、銀杏の季節ですね。はい、お参りの方終了いたしました。ではね、地元にあってね、あるのは以前から知ってたんですけれども、なかなか来る機会がなくて、いや来てよかったです。今日は本当になんていうかね、空気がとても癒し空間っていうんですかね。それからなんか初めて来たのに懐かしい感じがするんですよね。そういうことで、また来たいと思います。ぐるるるバーン。というわけで、今回は東京都世田谷区三軒茶屋にあります共学院最勝寺へ行ってまいりました。